おはようございますす画家のおぎそです今日はこちらの作品ですねじゅ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 こちらの作品の描き方を全てお見せしますということで、えー、全部お見せしようと思います下地を作ってからのことですけどもぜひですね、まあ、あの背景を、まあ、写真を使いながら描いてるんですけどもやっぱりこう物質みたいなものもつけながらしっかり物質感をこう,うまいことを利用して描いていくという技法でございますのでぜひ楽しんでみてみてください クリスマスイーブ、えー、それでは解説をしていこうと思いますデッサンしたものを転写して墨入れという作業から行っていきますまあこれまたあ退屈なあ作業かもしれませんがちょっとお付き合いいただければと思いますこんな感じでじわーっと髪の毛とかもですね書、えー、いていくんでございますけども まあ、地味な作業からまず始まっていきますよね。ちょっとアップにしておきました。あ髪の毛、えー、で目とか。だいたい僕は髪の毛から書いていきます。髪の毛とか、ちょっと目とか鼻とか口じゃなくて、初めのこの墨れっていうのは、なんでかというと、墨の状態とか筆の状態がある程度いいか否かみたいなのを探るために、えー、どちらかというと大事じゃないところから書いていって、このように髪の毛とか、あ眉毛とかあ、だいたい調子いいなっていう感じで書 <laughs>、えー、いていきます。えー、っとこの筆 はですね名村さんの、えー、と面相筆をただあ山切りカットしているだけということで先端を細くしてで先端細くすることね細い筆ただ作ったら細い線引けるかっていうと僕はちょっと違って、えー、もちろんそういう筆も売ってますけども。 あのたまりを作るというか、あたまりを作っておいて描、えー、いていくということで、えー、そこに、えー、墨が溜まってですね、まあ、墨は普通の牧場を使ってます。普通にホームセンターとかで売っているような牧場で、まあ、あまりこう安くないやつをなるべく買うようにしています。まああの一度買ったら半年ぐらいはその牧場確実に使いますので、えーと、あんまりそういうところはケチらないようにしています。 で、こう、あの筆の後ろにマスキングテープが貼ってありますけど、今絶好調っていう感じの、えっ、ー、と、筆はこういうふうにマスキングテープで今調子がいいよっていうやつはつけておいてわかるようにしていってます。こんな感じでこうですね、墨入れという作業をしていくわけですね。ちょっと今日長い動画やからここのとこをカットすればよかったですね。すみません。えー、ちょっと失敗したなと思いますけども、結構こういうのっていうのは、あの、 動画を作ってですね、で、あの、全部をスマホの中に保存しておくと、例えば1時間とか撮ったものをそのまま保存しておくと、えっ、ー、とですね、ストレージという,こうな容量が足らなくなってしまいますので、大体こう撮ってなるべく早いうちに、えー、5分とか10分とかぐらいに短くこう編集をするんですね。で、これ今トランジェッションっていうんかななんかこう、つなぎのところをファッとぼかすというやつがあるんですけど、これをやり忘れていますね。 という、こうね、私の動画の場合は、こう、裏事情も、これ、やり忘れてるから、カク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 して、くいなって感じかもしれせん。でも、最後までね、ぜひ、最後の方、本当にディティールを、これ、面白いものですね、スマホって、アップグレードしたりするでしょ何々を今夜のうちにアップデートしますみたいな皆さんも来たりしませんかで、あ、あ つい最近まではあの倍率がこう拡大するのも2倍ぐらいまでだったんですが、今なんか4倍か6倍か8倍か7倍か、すごいこう拡大できるっていうのが分かって、おーっていうことで、一番最後まで見ていただくと最後のところそんな感じで、スマホでえーと動画を作っている人間でございますので、最後のところそんな風にこう,うーと寄っていく映像を撮ってみたりしました。遊んでおります。<laughs> 誰でも、本当に、えーと、スマホで作れますので、あの、おじさんはこういうのをこう、なかなか詳しくないので、あれですけど、あの、動画を、のところ、なんていうスマホの画面自体を、録画ができるんですね。文字を入れているとか。でもそれも知らなかったんですよ。あ、これまたなんか、こ作ること、動画作ることできるぞということで、えっ、ー、と、そんなことも今後していこうと思いますということを、えー、こんなだらだらとお見せしてすみません。 でした <laughs> iPad も実は買ってですねこう皆さんのやっぱり動画面白がって私がこうねやっていくの面白がってくださりますので皆様から頂い,いたお金等々でそういうものを作ってそしてインプリマトゥーラというのをようやくします。<laughs> 今の1分で良かったですね。今後そういう編集にしていきます。すみません。それで、えー、これはインプリマトゥラという、こう、ローアンバーとー、コバルトブルー。まあ、茶色と青を混ぜて、刷毛。このぐらいの刷毛は案外重宝しますよ。えー、まあ、油用の刷毛、水彩用の刷毛でて案外分けてなくて、もうその辺にあったら別に油でも水彩でも僕は使ったりします。やっぱりこうハケ、刷毛で、横にして、縦、縦、横にして、最後、縦で終わるようにしてます。 なんで縦で終わるかというと、えっと、横にするとですね、光って基本的に上の方から来ていることが多いですよね。まあ、横からとかっていうのはあんまりなくて。ということで、えっと、横にしていると凹凸が激しく上からの光によって見えるんですね。でも、縦にしていると、凹凸もしムラとか凹凸ができた場合っていうのは、少し1週間待ちます。 あの目立たなくなりますのでちょっとそういうのも皆さん知っておくとほんの少しのことなんですけどで2層目同じようにやっていきますで今度はちょっと筆でやってますよね別にハケでも結構だと思います で、九州寺。これ、白味寺と呼ばれる下地なので、九州寺、すごく吸収するんですね。白味寺ってなんすかもう全部動画にしてありますよ。もう本当にもう白味寺の作り方とか、えー、もう多分もう言うこと何にもおじさんないぞという感じで、えー、私にとっての SDGs ですね。SDGs。えー、っと、高度な教育を皆様にみたいなのが16項目かなんかありますよね。SDGs の中に。どうもそれっぽいですよということで、えー、っと、2022年の1月の2日、 佐賀県民限定の確か昼ぐらいのなんか特番でおじさん多分2、3分チラッと出ますので、えー、よかったら佐賀県の人見てください完全に乾燥するまで1週間ほどまた待ちますこれ頑張ってないわーっていう方もいるかもしれませんそういう場合超速乾剤とか使ってもいいですよおおなんか出てきたぞこうマスキングフィルムみたいなマスキングテープのこう 最近これをようやく皆さんにお見せしました。実はこれ、いろんなあの動画動画やら今まで出版物も出してきたんですけど、これ実は見せてなかったんですよ。で、もう,もういいや、もう見せて見せますよということで、こういうこともしてます。もうこのタイプの絵やったらそんな使う必要なかったんですけど、まあ、なんかせっかくやったらお見せしても面白いかなと。何をやるかというと、葉っぱの部分だけ。 手前の方にせり出てる葉っぱの部分だけ、えー、切り抜いておこうかなと思いました。ねえ、もうすべて見せるでしょう。これは僕が大学の、確か4年生。このフィルム自体を見つけたのが確か今からもう何年前かな ?20 年前、17、8年前だと思います。あ、もう,もうちょっと前か。 多分24、45やったから、今僕は96歳やから、ジョークですよ。46歳になりました。ありがとうございました。学生さんがね、素敵なケーキを作ってくださりまして、ありがとうございます。と <laughs> いうことで、えー、ちょっと早送りを、基本的には私の動画使いませんけども、こういうのもどんどんね、えー、今後早送りを使っていこうと思います。大体のことはもうやってますんで、こういう,こう早送りとかも使いつつですね。 これはこうデザインカッターみたいな、こういうのもホームセンターに行けば売ってます。えっ、ー、と、先っちょだけ。で、これめちゃくちゃ鋭利で、めちゃくちゃ切れるので、皆さん気をつけてくださいね。えー、すごく危なっかしいので。で、この、あ一番手前に出てきてる葉っぱ。まあ、あんまり厳密にはやってないですけども、ボーンとこう載せていきます。これも,も多分私しかやってないような技法かもしれません。まあ、皆さんね、パクりたかったパクっていいんですよ。あの、すぐ、青木曽先生と同じことやってはるでバレるだけなんで、あの、もういいかなと思います。私も。 もう何十年と絵描いてきていろんな自分の中で多分技法やらなんやらもちろんこう伝統的な技法っていうのはあってその伝統的な技法からも得ることっていうのはすごいたくさんありますけどもやっぱり最新の画材であるとか最新の何かであるとかっていう。 でこのマスキングフィルムに関しては、すごくフラットな下地じゃないとくっつきません。だから、キャンバスじゃ多分無理だと思います。えっ、ー、と、紙も少し、水彩紙なんかも多分無理だと思います。だから、剣ト紙とか、あー白和とか、まあ、ジェッソ字みたいな、バーっと2層目塗ってるんですね。えー、と、いう、大体2層塗って、ちょっと絵の具を盛り上げたりし、わざとしてます。で、叩き筆で叩いていますで。すごくフラットな下地だったらくっつきますよ、ということなんで、かなりこう、使えるのが限定されるかもしれません。 れませんそしてマスキングテープをビリビリビリと剥がすのがこれ気持ちいいんですね。ビリ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 ということで剥がしていってもおっと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 ,っと絵の具が付きますけどねまあ、乾いてから完全に乾いてから剥がすのが理想なんですがせっかくジョージさんはも塗ってその日に剥がしてしまって細かい部分は完全に乾いてからおっと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 ,っとかなってますでしょ。<laughs> ね、こういうところも僕はお見せします。珍しいタイプですよね。なんか大体の方は早送りばっかりにしてなんかこう書き方を隠すんですけど僕そういうのしないですもんね。だから結構海外の動画とかでわあ上手やなっていうのたまにエアブラシとかシューッと影書いたりする瞬間このマスキングフィルム使ってるの見えますよ。だから僕はそれ大体いい書き方見えます。書けないですけどね。あ,のあんな根気もないので。で、それで一回こう暗い色を少し、えー、緑色を全部に塗っていきます。そうすることによって、えっ、ー、と、 後でこれを削り出そうと思ってます。またややこしいことおじさんやった。そうなんですね。そんなことを複雑に複雑にしていくんですね。薄くこう今緑系の色を塗っていって、後で削り出しているというもうね、なんでもおじさん見せてくれますよね。もう大学行く必要ないんじゃないかという説まで出てきてますね。うん、でもやっぱ本物見た方が絶対いいと思いますよ。やっぱ本物は、えー、昨日も授業、後期、えーえー、後期の今年の授業、最後の授業が一つあって。<laughs> 基本的に加湿って僕したくないんでしないんですけどだいたい学生さんにこう本当に何年ぶりかに加湿しました、えー、4人ぐらいですねでその学生さんにどこが一番気に入っているって聞いてえー、顔のここがとかこの肌がと言われたらそれ以外のところをやりますそうするとグッと良くなるか良くなってないか本人が分からないと思うんですけどもえー、以外のところやってあげたりちょっとこう かけてないなというところをやってあげたりすると、そこの部分だけがクオリティがぐっと上がるんですよね。そうすると焦るというね、人間の心理って面白いもんですよね。焦ると。そうすると最後ぐぐぐーっと全体が合わさって、良、えー、くなってくるということがあると。でも一人の学生さんがもう全くダメです。先週ちょっと体調が悪かったのかお休みしたから、一週間ちょっとこう時間が短かったんで、あの、なんかこう <laughs>、 全然でできてなかったんで30分ぐらいで一気に加湿して、えー、ほぼ完成まで持ってきました。 いいことですよねでもその学生さんはその夜に私に誕生日ケーキを作ってくれたということで、えらいなんか疲れてるなと思ったら、それを作るのに一生懸命だったということで、その写真を載せておいてあげましょう。私たち SNS オール OK ですというわけのわからんこと言ってましたんで、載せておきますけど、そういう明るい学生さんいると私たちもね、楽しいですよね。教えててもですね。で、てて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 細かいのを点も打ちながらですね、 まだこう下の絵の具を削り出したりしてないわけですよねでこの削り出しみたいなものも私は大学3年生あたりの時にどうしてもこういらないもうこれもう嫌やなっていう絵があって それをなんかもう一回削ってお金もなかったですから書き直そうかなと思った瞬間があったんですね。で、それでこう噛みやすいでゴシ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 こすってたら、んなんかいい雰囲気やぞってなって、いや、もういそのごとことカッターの歯で。カッターの歯っていうのは私、あ、これね、あの柔らかいナイロンの筆ですよ。扇形の筆でファファファとぼかします。おじさんの話がうるさいって言ったらミュートにしてくださいね。えー、ミュートにして結構だと思います。あの、えっ、ー、とー、 田口康夫先生という先生の授業で黄金背景テンペラ画という授業があったんですね。で、それ大学院生、その先生が体感をされるということで、大学院生対象の授業ということが、えっと、エレベーター、東京芸大のエレベーターのところに貼ってあったんですよ。 でも、僕、まだ3年学部の3年生で、陰性以上が対象だっていうことで、いや、でもどうしても受けたいなと思って、えー、当時、その田口康夫先生の弟子さんというか、助手さんをされていた方がいて、その人の、あ、それでマスキングテープを剥がします。こうに人のところだけ、えー、またマスキングしてたわけですね。 そうすると背景がなんとなくできたと。おっ石膏って感じでしょもう、これね。この方法というのは、その田口康夫先生のその黄金背景テンペラ画という授業から見出したというか、あ、これ使えるかもっていうことで。で、えっと、その授業どうしても受けたいからっていうので、助手さんのところに行きましたあ。ぜひインターネット等で調べてみてください。山口明さんという人。もう今じゃ、日本の現代美術のもうスーパースターでございます。えテレビとかもちょいちょい出ている。すごくこう、物静かな、穏や 柔かな方ではーっていう感じですね ある時、ちょっと山口さんの、あの、アトリエが女子さんあってですね、トントンってノックすると、山口さんって面白い人で、本当にザ・和の人で、油絵か、書きなんですけども、これ、濡らした後にこう、グリザイユという白黒で書いていってます。まあ、あのー、日本画的な、も漢字を油絵で書いたり、だから、すごくあ、あの、西洋美術と日本美術に精通していて、そういう本とかも出されている方なんですよ。 で私たちがこう学生の頃もやっぱり助手さんですけども,こうもうスターでですね相、えー、田誠さんという現代美術の作家さんとかと一緒にこたつ派と呼ばれる、えー、あれを結成したのがさ確か90何年かな僕が学生時代だったと思うんですけども それであのー、助手さんのとこ頼みに行ったんですよ。そうすると、アトリエにもうなんか、えー、普通のこう、なんていうんですかあー、床なんですけども、そこに畳を持ち込んで、もうそこでほぼ生活してるような感じで、で、えー、普通だとスリッパとか履いたりね、ね靴履いたりしますけど、ダンボールで作ったセッターを履いてらっしゃいました。すみません、そんなね勝手に喋って怒られるかな、大丈夫です。やす超優しい人ですのでののボールのセット はるわと思ってですね、えー、すみませんまさん僕はあのぜひ田口先生の授業ぜひ受けたいですよって頼み込んだらじゃあ先生に聞いといてあげるわということで,でもう一つ条件としては僕いつもここで寝てるからあの田口康夫先生は朝がすごい早いからっと9時からの授業なんですけどもう7時ぐらいには来はるとで車で来はると奥様と来られるとで僕ちょっと起こしてくれないかと あ全然いいっすよ。わかりました。やります。つって、僕は基本的に朝早くて、だいたい大学には、もう電車の前に電車が大嫌いで、えっ、ー、と、朝、まあ遅くとも6時半には乗ってて、えー、早い時はもう5時とか始発とかの4時何分、4時45分やったと思いますけど、乗って。で、上野駅の常磐線のですね、 ホームの立ち食いそば屋、確かでもあれは6時からやったかな。だいたいそこで朝ごはんの立ち食うどんを食うというルーチンワークをしていたんですけども、だから早めにもう大学7時前には全然行ってることがほとんどだったんで、大体いい7時半ぐらいは来られてたかなと思いますけども、その授業をする横の部屋で僕はこそ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 ,こそ絵を描いていて、そうすると授業の日になって、えー、とガチャガチャガチャとこう授業で使う部屋の扉が開く音がガチャガチャガチャとするわけですね。そうすると、田口康先生が はるわけですよそうすると慌ててですね山口さんの研究室に行くと山口さんはそこで寝ていると今はねあの泊まったりできないかもしれませんが助手さんは未だに泊まれるのかな僕は知りませんけども,もう卒業大学を出てだいぶ経ちますのでで僕はそこにえー、と足今グリザイで書いてますよあお越しに行って、えー、先生の 部屋に入っててすみません、おはようございますとかって言って言ったらですね、あの大体こう奥様とにかわっていうのをこうあの湯煎、あの溶かす作業です、湯煎というのは、をしていました。 で、ボソボソボソぼ,そ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 ぼそこ小言言ってくださるというかですね、ありがたいお言葉をいただけるというか、こんなのは昔は助手が先にやっておいたもんなんですけどね、とか言って、それでは山口さんがすみません、すみませんって謝るということを大体やっていて、で、その授業の中で、なんかこうマスキングテープを貼るみたいな感じで、それで貼って、 で、周りの金箔を貼りましょう。的なことをやったんですよ。で、その時のことでえっ、ー、と石膏地という下地を使うんですけども、それを研磨あ削るときに始め鉄板でやるんですよ鉄板で <laughs> ギコーギコーとで最後にえっ、ー、とカッターの刃でギコーと。 でその最後に肩の刃でやる、で何、えー、ていうかなん、黒煙かなんかだったと思うんですけども、そのお平滑、すり込んで、その石膏地に黒煙、黒をバーとすり込んで、削って、へこんでるところっていうのには黒煙が残ったままになりますよね。だから、こう削って、こうあここへこんでるなって、またすあのり込んで、削ってで。そのプロセスで、めちゃくちゃ、このなんかこう、削った石 と、えー、黒煙みたいなのがあすごいかっこいいなっていうのを覚えていたんですよでその時にこうけずるっていうのもありやなと書き方としてありやなというふうに思ったのが大学の3年生ですよっていうことは23 3歳ぐらいのとかな僕は二浪してますんで <laughs> そんなことがありました。だから、こう、本当に何かしらのこうヒントとかを得て、私はその、なんていうか、決まって、決まりごと、マスキングテープ使うと硬くなるとかっていうのも、あまあ、昔、そんなの、まあ、当時、 もちろん、その、中世のルネッサンスより前の時代とかにマスキングテープはなかったんでしょうけど、多分型紙的なものであったりしてる。あ、これ、誇りを今除去してました。目になんかね、刺していたような感じでしたけど。っていう、こう、中世とかの技,技法を今の、例えばマスキングテープとかあですね、カッターの刃も多分当時はもちろんないでしょうけども、っていうのをこう活用して描いていくっていうことがすごい楽しいし、えー、皆んも何かこう、日常の中 に今グリザイでまだ書いてます。長いね。やっぱな、えー、っと、今後ちょっと気をつけますね。 まあ長いのが好きという方も、これをラジオ代わりにしていただいている方もいると思うんですよ。お食事を、食事中とか、あ料理、えー、をしている時に聞、聞だらだら聞いているという方もね、僕ラジオっ子だったんでわかるんですよね。だから、長い方がいいという方もいて、案外私の動画を見てると、視聴回数伸びてんの長いやつだでするんですよね。変なもんやなぁと。YouTube って短い方がいいとかっていうね説があったりしますけど、私は全然ね長いのを作ったり、こんなね、東京芸大の今から20年以上 前の、えー、とお話をするなんていうことも私の YouTube の特徴かもしれません。 えー、当時、助手さんとかはやっぱ面白かったですね。なんかこう、すごくこう、先生たちはやっぱりこう、忙しいので毎日来るわけじゃなくて、やっぱ僕らのイメージ、大学の先生の、洋服も書いておきますね、えー、と大学の先生のイメージって、ほんとたまに来て、なんか、金言的な言葉をもらえるみたいな感じが、大学の先生なのかなと思っているんですけど、まあ、ほぼ僕は大学に今、仕事をもちろん行っているんですけど、まあ、それが当たり前やと、ね、僕ら大学の教員っていうのは、やっぱりこう、研究っていう、えー 書いてこう今みたいなこういう技法があって、あえてっていうことも研究だったりしますし、<laughs> 書籍、ね、本を書いたりとか、文章を書いたりするのも仕事だったりしますし、展覧会で発表するっていうのも仕事だったりしますし、もちろん教育ですね、学生さんを教えるということも仕事だったりしますし、あとはあまあ国際交流的なこととか、僕はあんまりそれが得意なジャンルではないんですけども、まあ、YouTube で海外の人と交流できてるから、今,今 会話っていうか、うん、国際交流までできてる気がすんななんていうふうに思ったりもするし、あとはやっぱり社会貢献っていうのが一つ入ってくるんですね。もちろん組織運営という、こう、なんかこうお、なんとか会議みたいなのもあるんですけども、で、社会貢献っていうのをすごくこう、僕はもともとやりたくて大学に、えーはい、入ったというか、それ好きでですね、なんか楽しいじゃないですか。まあ、楽しいこと好きなので、社会貢献とか、まあ、あの、皆さんに喜んでもらえるようなことができたらなっていうので、えー、展覧会などで、こう、 ですねえー、っとワークショップをやったりとかもしてますよねで今白黒でこう手の要は背景がある程度できてるまあもちろんできてないんですけどもできてるような雰囲気というのができていてそしてこう手とか手はこうまずこう折れているっていうことですよこの折れているというのをちゃんと書けるかどうかですよ 結構ここ大事な、大事なんていうか、ああ、折れているというのが書けたら、手っぽく見えるぞというので、やっぱ指一本一本を書きたがりますけど、まずこう指がどの辺で折れている、折れるとかっていうことをちゃんと認識するということが大事かなと思います。またこの人の肌の部分だけは栗材で書いています。だから私は人の肌に関してはなんかこうやっぱりこうえ、すごく難しいと僕思っているので、いろんな色を感じるじゃないですか、部分部分で、えー、血色がいい部分とか、少し青みがか,かっている部分とか、反射光がなんかとか、 もちろん洋服とかにも反射光とか出るんですけどももっともっとこう複雑なんちゃうかなというふうに思っていてだからこう人の肌の部分だけはグリザイユという方法で描いてますもうそれもそれぞれなんですよ全部グリザイユで描くことがあってもいいですしもう方法論っていうのはもう無数にあるわけでございますよね自分でその取捨選択していくそれが楽しいわけですよ芸術っていうのはそしてその一定の技術とか方法にとどまらない内容的にもそのとどまらないということが すごく楽しいし、大事なことだなというふうに思います。そして顔の部分をちょっと着色していきますけども、このあたりから少しアップが多くなってまいりますので、ぜひですね、これもめっちゃ弾いてるんですよ。 で、もう弾いたら、これは完成油だけです。完成油と今バーンとシェンナみたいなのを、もう指で擦り込んでまたこうして,てで、後ろはちょっとこう白みがかってる、こう白を少し入れたようなんで、要はスカンブル的な感じで、それも弾くんで指で擦り込んだりとかしながらですね、書いていってるわけですよ。 でもとにかく弾いて、そして、えー、思い切ってバシッと白を置きましたね。グレーズした後ですからね。バシッと白を置いて、より光っているように、えー、人の肌を描いていくこうと。バシッ、バシッとですね、置いているわけでございますよね。で、えっ、ー、とー、もう滑らすように僕は描いていくという、ウェット、オンウェットとか。 っていうのかなウェットインかなウェットオンかなどっちでもいいんですけど、まあなんかそういう言葉好きだして多いですよね。私はね、横文字があちょっと若干苦手でございますけども、でちょっとこう柔らかくこういうところなんかもはっきりしすぎてるなっていうところ、今柔らかくしていってるっていうのわかりますかでちょっとこう赤みがか,かっているものでちょっとスカンブル的に、えー、うっすら下の絵の具が透けるような感じで描いたりとか。 ちょっと赤みがかってるところとか、髪の毛の隙間を描いていくとか、いうこととか、指でちょっとしてあげるとかですね。こんな感じでやっぱりこう描いていくわけです。ボンと、よし、これぐらいもいってまい。 っていう感じですね。僕の意識,意識としてはそんな感じです。よし、行ってまいっていう感じです。だからこう、なかなか勇気がない人はあね、あれでしょうけど、もう切って行ってみて、ダメやったら拭き取ればいいんですよ。これ完成油だけで、今もほん溶き油全然使ってないです。初めに滑らした、薄く塗った下地を活用しているだけなので、そんなにこう、 で、えっと、その日のうちとかやったらパッと拭き取ったりできますか。まあ、失敗したら拭き取ってあげたらいいんですよ。パソコンで言うとコマンド Z ですか。あなんか戻るとかそんなんですか。よくわかりませんけどね。で、髪の毛もある程度大きく書いておきます。という感じで、髪の毛もザクザクザクと書いておいて、少しずつ少しずつ。でも、下地のこのグリザユのグレーっていうのがやっぱ見えてるのわかりますかグリザユっていうのはグレーの意味ですけどもね。で、ちょっと出ているも書いて、えー、ですね。 目の向こうの光ってる部分とかも描いて、えー、ちょっと紅を引いて少しずつ血色が良くなってきましたよね初めはなんかね本当に血色悪くてなんか夜とか会うと怖い人に見えましたけどこんな感じでこう油絵の具のちょっと明るいのポンポンポンと置いてそれをこうちょっちょっちょっと伸ばしてますこれ。 かりますかちょっと白いてポンってね、何を言うてはんにやって感じかもしれませんね。えー、っていうことでハイライト、明るいところも描いて、えー、まあ、これ以上は、まあ、一回また絵の具の層を作った方がいいと思っているので、こんな感じで、えー、いきなり完成に持っていくんじゃなくて、グリーザイ油からちょっと着色したぐらいの段階に持っていっとこうかな、ぐらいの感じですね。がその辺っていうのは僕の場合ですけども、でも、いきなり色 今回行けそうやと思ったら行くときもあるんですよ。だからその辺がね、なかなかこう言葉にするのも難しいですし、えー、目なんかは慎重に書いていってます。鼻なんかも少しですね。鼻の穴黒っとこはしてしまう人案外いますけど、ね、ちょっと優しくしてあげた方が多分ね、目立たないようにしてあげたら目の方とかに目行きやすくなりますよね。で、ちょっと髪の毛も少しこう書いておこうかなっていうことで、ちょっと白っぽくなってるので少し暗い色でまず、えー、筆先に絵の具がこうですね、えー、っと、滑るようにしながら、 書いていってますね。分かりやすいですよね。から、本当にこうなんか芸大時代にこう。何を学んだかっていう,いうとまあ、よくわからないんですけども。 やっぱいろんな先生方いても田口先生はやっぱ僕はその先生の研究室からなんかすごい作家さんがよく生まれてるなぁと思っててなんでやろうなとでその昔やったら僕らはよく聞いてたのはあの山口薫先生という先生の教室から出身で、えー、僕が好きな作家さんというの結構生まれてたりとかなんかこう教室によってなんか色があってですねでな僕はそのあ最後の仕上げの少し前ということで。 技法材料研究室っていうところに行ったんですね。そこは僕の時は佐藤一郎先生と坂本和道先生と、あと保存修復もまあ一緒によく授業とかしていたんで、えー、保存宇多田信介先生っていう先生と、その後木島先生っていう先生がおられてで、僕はそこをなぜ選んだかというと、なんかこういろんな材料とか画材とか本とかいろいろあって、ね、そ,そこでなんか困ったら見れるし、困ったら下地、こうでっかい、えー、パネルとかを作ったりできるわけですよね。 まあこの話何度もしてますけども、私は大学院に受かって、よしよしと思って、えー、入学式という呼ばれる世の中にはあるんですけども、私は何にもそんなの興味ない人なんで、入学式と同時にですね、えー、ともう下地を張ろうということで、100号の2枚100号2枚パネルを用意しておきまして、S100 ですね、F100、えー、f, f 100か、ごめんなさい。で、もう地塗りをその技法材料研究室でやっておりました。 こんな色置いてますよそうすると、こう入学式に出席された先生が、まあ、学部も合わせての入学式なんで、がこうちゃんとしたなんとか服みたいなの着て、ふわーっと変えてきはったんですね、佐藤一郎先生って先生が、今、仙台の方のどっかの学長さんしてますけども、入ってきて、おお、お前は何してんだと。地、まあ、塗りしてたんですけど、何してんだと。 ていまあ、その佐藤先生が言うには多分僕はちょっとよく分かってなかったんですけどお前入学式にも出ずに何をしているんだっていうことを多分言いたかったんだと思うんですけど僕はもう本当にきょとんとしながらえ下地塗ってるんですけどつって言ったんですね。そしたらもう 大爆笑されました。あはははは、面白いね、って言われました。そうなんですね。入学式というのがあることも,も知ってたかもしれませんけどね。あの、私はそういうふうにして、えー、初日から、あ、キャンバスあ、パネルを作っていたという、えー、それは、あ、ね、そんな学生さんでした。そんな学生さんは嫌だという感じかもしれませんよね。えー、だいぶこう書き込んでいって、色、肌の色がですね、どのぐらいの紫にしてみようかなとか、 この楽しいんですよ絵ですから自分で、えー、この色綺麗かもなあの色綺麗かもなみたいな感じでやってってこの辺は弱めたりこの辺強めたりこのディ,ティール描いたりとかっていう作業が楽しいんですもうそれも20002000 2000年の話やから22年も経つのかという感じですよねあ22年前そんな感じで2000年に入学して2002年に大学院を出て、えー、そんな感じですね 嬉しかったんですけど、本当になんか先生方、坂本先生が体感される年が、僕が大学院の1年生か何かの時、2年生かな。もうその時に、おぎちゃんはあの今まで見たあ学生の中で一番仕事してるよって言ってくださったのが、ああ、の言葉はやっぱ嬉しかったですね。どんなこう授業とか、どんな内容とかそういうこともあってあるんですけども。 その一言っていうのが、わあ、もういし、これは嬉しいやと思ったのを覚えてます。で、その後、みんなでカラオケに行ったら、先生たちお金持ってなかったんで、あんまり持ってなく、いらっしゃらなかったんで、なぜか僕が全部おごってあげたということまで覚えてます。俺持ってへんの助手まで持ってへんのかと思って、あ、いいっすよ、出しときますよという、変わった学生さんですよね。指を書いていってます。えー、最後の方は、あと背景も同時に書いていくところをお見せしていこうと思います。 という芸大の話がお好きという方がいたので、えー、芸大のお話をしてみましたよちょっとずつ最後丁寧に丁寧に書きながら今日ねこれをラジオ代わりに聞きながらぜひ、えー、お休みいただければ明日の朝あサンタクロースさんが来ているんじゃないでしょうか サンタクロースの話もした場合がえかな。サンタクロースっているんですけどね、絶対にいると思います、私も。でも私自身はちょっといないいいないというか、ちょっとうっかりしたことがあって、まあ小学校に1年生か2年生の時にえっ、ー、と前の年にはうちの兄の方にサンタクロースがやってきて、自転車を買ってくれた。 翌年またサンタクロースが来てきて、今、背景の葉っぱ書いてますよ。えー、サンタクロースがやってきて、えー、私に自転車をくれたんです。次の年にですね。で、同じ自転車です。昔は。もうちょっと、あと少しで完成です。ということで。で、自転車をくれたんですが、あまあ、サンタ同じ自転車。兄貴と全く同じ。やっぱ年子なんで喧嘩するからということでしょうね。サンタクロースもやっぱりよくわかってますよね。そしたら、その自転車が故障したんで、うちは兄貴って と親父と一緒に二人で自転車屋さんに行ったんですよね。で、親父と一緒にこう自転車屋さんに行って、えー、ちょっと壊れたんですけどって言うたら、その自転車屋さんが、あこの間買ってくださってありがとうございますということで、うちの親父が買ったということがばれたということで、小学校1年生ぐらいに私はサンタクロースがいないということを分かってしまいました。いや、いないわけじゃないです。いるんですよ。うん、います、います。絶対いますんで、皆さんね、えー、っと、私自身はあ父親があサンタクロース それ以降サンタクロースからプレゼントはもらえませんでしたが自転車屋の親父は「何をしとんねん」っていう話ですよね「この間買ってくれてありがとうございます」とかってね普通その時期って大体そんなもんやろうというね空気を察す 白よという、まあ、昭和の素敵なお話、1983年あたりのお話でございました。古臭い話、この野郎、しやろ仕上がってと思っているかもしれませんけど、面白いでしょ油絵っていうのね、若い人もぜひコメントをいただければ、お若い人は見てないのか。ねえー、こんな感じで、えー、プロの絵描きさんっていうのは書いていて、最後はもう本当に微調整、微調整。学生に言われました。先生ってお化粧上手そうですねって言われましたよ。 そうですよまあね、そんなこともいろいろありますが、ちょっとずつちょっとずつ仕上がっていってるわけでございます。こうかな、あーかなということで、書いてみたり撮ったり、もうそういうのができる画材というのが、油絵の具も最後にち日ちにち日ちにち日ちにちにちにちという感じでですね、こう書いていくわ、細かいわ、もう気持ち悪いわ、よ書きはるわって感じかもしれません。ここね、もうちょっちょっどうかな、こうかな、ああかなということでですね、 とにこうあの微調整微調整をしながらですね書いていくという仕事をしているわけでございます。鼻ももうちょっと明るくしとこうかなとかやってみてあかんかったらまあ拭き取ってみみようかなとかねそういうのはもうちょっとこの辺明るめにしとこうかなとかですね。ちま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 ちっていう感じで書いていきました。最後は髪の毛を描いたり背景も少し描いたりして完成という感じにいたしました。 まあなんとかあクリスマスに間に合いましたけどもまあ私の芸大の時のお話とおサンタクロースは絶対にいる。 という今日はお話でございました。あお父様お母様、そういうのあたり気をつけてくださいね、えー。自転車とか買って自転車に持ってって自転車がいらんこと言わんように、えー、ぼかしたりしております。ということで、えー、作品は以上となります。最後ちょっとですね、いつも停止画で見せるんですけども、ぐーっとアップに寄っていく画像をお見せしようかなと思いますので、えー、ちょっと最後のところどんな安梅か皆様コメントいただければあ幸いです。えー、iPhone が

ご視聴ありがとうございました。どうだったですかああ、こういった感じで、えー、仕上がってまいります。だいたい1ヶ月半から2ヶ月ぐらいちょ,こちょこちょこちょこ書いていって、他の作品も僕は同時に書いていきますので、えー、仕上がっていくという作品でございます、えー。今後ともご視聴よろしくお願いいたします。えー、ちょこちょこ作画動画も上げていきますので、よろしくねー。では、またー。チャンネル登録よろしくねー。SNS もやって、 ますよろしくねよろしくね。よろしくね